小塩精神者は、滋賀県草津市王子に鎮座する神社である。中仙道第一の宮として旅人からも熱い、信仰を受けてきた。周辺の宇治湖からは、安山の神としても信仰されている。社名の、おしおいとは、古代、人が神を祭祀するにあたり、まず海中に入り、海長により決済し、その後神事に臨んだことを指す言葉を指す。小塩井村は、 大 g 村に改められた。宗氏は、法永2年とされるが、社家記録によると、上岸5年とも伝わる。王子、女体大権元と称されていたが、明治11年に、現在の社号に改められた。明治9年に孫社に、列格している。江戸時代以前の記録では、池の水を独り占めしようと、自分の家に水を引いた男の一家が、 原因不明の死因で全員死亡したとされる。また、境内に朝を作ったところ、たたりを受けた、境内の先端の木で器を作ったところのお作業が進まず、歩く時には必ず障害が起こった、祭礼の時、失礼なことをした人に向けて一陣の風が吹いて、本殿の扉が開き中から大きな負荷が飛び出して頭に噛みついた、など。これらは全て祟りであるとされ、以後、 この社で失礼な行いをすると必ずたたりが起こるとされた。境内にある恩明木は、もちの木と無くの木という別科目の木が根元を一つにしたもの。古来、この恩明木に願いをかければ縁が結ばれ、夫婦あごうし、円満になると伝えられている。本殿東側の池を古来、小塩井池と呼び、当神社の創建当時本殿があったところであると言われており、 岩坂が現存する。左三人萌え小塩精神者のご神木は、樹高14メートルで、東側の餅の木下の黒金餅と西側の二例かの、無垢の木の合体したものである。黒金餅は赤い実がなるので影に例えられ、無垢の木は黒い実がなるので火に例えられ、恩名における男女の木として安山、縁結びのご神木とされている。ありがとうございます。